ポール・チェンバースは、1950年代から1960年代にかけて活躍したジャズ・ベーシスト。アメリカ合衆国ピッツバーグ生まれ、デトロイト育ち。10代からデトロイトで演奏していたが、最初はベースではなく、チューバなどの管楽器を学んでいた。1954年に単身ニューヨークへ行き、ジョージ・ウォーリントンのバンドに加入。その後、 マイルス・デイビスのレギュラーバンドに移る。1962年のバンドの解散後は、ウィントン・ケリーと約3年間活動し、その後はフリーとなる。その他、ジョン・コルトレーン、ソニー・ロリンズ、バド・パウエル、キャノン・ボール・アダレーといった、ジャズ・ジャイアンツをはじめとして、レッド・ガーランド、ドナルド・バード、フレディ・ハバード、ジャッキー・マクリーンなど多くのミュージシャンとレコーディングを行っており、 マイルス・デイビスバンドの後輩ベーシースト、ロン・カーターと並んで、サイドマンとしての活躍が名高い。自身のリーダー作も、ベースオントップなど数作を、ブルーノートレコードに残している。大量の飲酒や、麻薬の常習者であったチェンバースは、1969年に、肺結核で死去した。サイドマンとして、数々の共演をこなした、チェンバースであったが、 マイルス・レイビスに始まるモード・ムーブメントや、オーネット・コールマンや、ジョン・コルトレーンのフリージャズにはあまり興味を示さず、モダンジャズの本流とも言うべきオーソドックスなスタイルを、生涯変えなかった。チェンバースのプレイスタイルは、管楽器経験に根ざすとも言われるメロディックな、ベースラインに特徴がある。とかく、アルコやピチカートによる、アドリブソロに注目が集まりがちであるが、 4ビートのベースラインの評価も高い。この記事は英語版からの翻訳、転写を含みます。ありがとうございます。